ストになりました。ちなみにこの後ね、お昼12時半からはアクアボードのフライングショー、そして、午後2時からは再びこのフリースタイル、今度はフリー演技で2分間やりますんで、まだまだ今日は午前中始まったばっかりですよ。さあそれでは3人目規定演技ジャンプ何でも OK、 先ほどはキャンキャン出すよというワンハンドにワンフットのしかも足を交差するキャンキャン出すよということで岡本輝政選手。さあ岡本輝政選手が登場してきました。さあ彼のまた得意技でいうジャンプの技を出してくれるのか。それでは今から1分間スタート。さあ1分のこのジャンプ技、どんなジャンルでもいいです。しかしさあゆっくりゆっくり引き波を作って、この引き波を作らないとジャンプは成立させません。まずは出だしていきなりキャンキャン、そしてそのままノーウェーブダウンバックフリップにバレルロール、バレルロールとフー、素晴らしい。なんとこのジャンプ技は引き波を作らないとジャンプできないのに、キャンキャンの後はノーウェーブで、さすが元 J リーガー、体感もありますね。さあ40秒です。彼の持ち時間はたった1分、そうです、たった1分。これがあともうあと1つか2つぐらいか。もう一度引き波を作って、出ました、なんとノーハンドのバレルにワンフット、素晴らしいですね。攻めて攻めて攻めまくる3人目でも。さあここで1分経過いたしました。1分経過です。いやー3人の中では一番ライダー歴は若いんですが、でも非常に余裕がありながらきっちりと技も見せてくれます。